はい、すみません、今日は、ヨシリン先生が素晴らしい演説で皆さんを大いに盛り上げていただきまして、はい、私のライブも2万4000ぐらい回ったん で、 あ、そうですか、嬉しい限りなんですけど、はい、でもちょっとあの本当に、はい、あの昨日青空さんとあの、はい、サンセット批判して、あの、うん、ちょっと神谷が議席3から7取れるって言ってるんですけど、うん、もし取れなかったら、うん、不正選挙だっつって、うん、青かって言ってたんですけど、その点についてちょっと吉野先生はどう思うか。そうですね、はい、まあ7は難しいでしょう。頑張ってください。1ぐらいじゃないですか。1言っても1ぐらいじゃないですか。1取っちゃうのか。いや、わかんないですよ。ただまだいろんなことありますけど、はい、うん、まあもう別の団体になりましたから、はいはいはい、あのとっとと勝手にやってください。とっとと勝手に、とっとと勝手にやってください。邪魔もしませんし、もう応援もしませんから、ね、ところが吉野先生、我々はものすごい邪魔してるんですよ。ああ、はいはい、はい、それであの尊重します。ありがとうございます。はい、じゃあ尊重いただきました。今日は素晴らしい応援演説、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、さよなら。あげちゃう。